さっき制御盤を操作したの。それで下の足場もつながったと思う。 おう、次は俺たちの番だな。 二人ともそこにいてくれ。 何かあったら連絡する。 うん、気をつけてね。 扉を開くことが先決だ。 開始します。 悪くない連携だ。まあ、こんなもんよ。楽しんでいただけているかな。野郎、引きずり下ろして。 行くしかないようだ。
始します。整備班は退避してください。テストを開始します。遠慮はいらない。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだな。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。じゃあ、おもちゃによろしく伝えてくれ。うん。な、何がどうなってある？Thank you.
そっちはどうだ。下がっていろ。気負いすぎるな。おう、引き込んどけ。期待してるぜ。宝女は？すまない、逃げられた。脱出に専念しよう。実験体に治療は不要だ。改造あるいは解剖か。まともじゃねえな。お茶屋代わりで怒ったんだ。
当然の結果だ。報告しておこう。ん？第四研究室か？扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだ。どうする？道がつながっていればいいが。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。おい、大丈夫か？そうしよう。ティファ、聞いてるか？どうしたの？レッドが下に落ちた。そっちから回り込めないか？大変！急ごう！Yeah.
るい。お待たせ。さあ、一気に行くよ。頼りにしてる。私の出番。研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。得意分野だ。
りすぎるなよ。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りに。ああ、同類だ。を細切れ肉にしようってか。そっちは任せる。待ってました。しっかり立て直そう。よろしくね。まずは回復。
そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。やった！動くみたい。これも罠？エレベーターは安全。そうだね。到着？うん、そんな感じしないね。音がする。